杉岡か阿部か。杉岡、ミヤ、追い上げた。鈴木亜人、湘南の若きストライカー鈴木亜人、勝ち越しゴールが生まれています。湘南ベルマーレ、やはりセットプレーからでした。そこでしっかり人数かけて奪い切るっていうのはね、形ができましたよね。杉岡ワンタッチ、ルキアンは競れない。池田、大岩です。池田パス、判定、田中佐藤志向触った。鈴木亜人で押し込みました。湘南逆転2対1。真ん中を割りました。池田と田中が絡んで最後鈴木亜人です。さあ前からプレッシャーをかけた鈴木亜人、横にルキアン、鈴木打った。ボールヘディングポストに当たる。杉山ファーに2枚、国部縦に出す、高江入れ替ってフィニッシュ。よく当たりましたね。南、中を見る、グランダーのボール、木田だ。うーん、奪ってからやはり木田選手がこういった中央のところで受けられると非常に怖いですよね。まあ、ワンステップ上がっていきます。田中も非常に精度のあるキックが蹴れる。増山に通る、増山浮かせて決まりました。増山今日2点目、長崎追加点。田中からのロングボール、長崎突き放します。1分とアディショナルタイム、速い高田、速さがある、渡りに回った、渡り右足振った、うーん、ことができた後、はい、でシュートまで行きましたし、まあ、この形が作れればね。泉が中に入れていきます。ヘディングでうまく合わせてゴール決まりました。決めたのは4番の市原リオン。大宮が先制に成功しました。1対0です。大宮うまくフリーキックのチャンス生かしていきました。最後決めたのは市原リオンです。